いや。今から1年前大阪府と大阪市バックアップのもと、ある計画がスタートしていたあの全国初になりますけども第一歩を大阪で踏み出すことができたそういったワクチンをぜひ実現したい大阪大学初の製薬企業アンジェスの国産ワクチン開発だ プロジェクトのリーダーは、大大大阪大学大学院森下隆一教授。まち着手して3週間ぐらいで、実際のワクチンの製造までは至ったと去年九月にも実用化とされたが、いまだ至らず、そんな中。今月、政府は国家戦略としてのワクチン開発を表明。 日の丸ワクチンは実現するのか大阪から優しいニュース第2部では国産ワクチンの開発をされている製薬会社アンジスの創業者で大阪大学大学院の森下隆一教授に東京からリモート出演していただきます森下先生あの大変お忙しい中ありがとうございますよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いします では早速、森下さんが開発を進めるアンジェス社のワクチンについて見ていきたいんですがまずは先週公表された治験結果注目された安全性と有効性はどうだったのか川北さんからです。 はい。去年行われた初期の知験結果です30人を対象にしたもので接種回数や期間など3パターンあるんですがこちら総合の数に注目してください侵入してきたウイルスを捕まえて感染しないようにする液性免疫が73%またウイルスに感染した細胞を攻撃する細胞性免疫が 総合で87で87%した副反応を見ていきますと、30人中、24人がかゆみ、そして赤みが6人、倦怠感が2人などありましたが、発熱の症例などはなかったということです目立った副反応はないということなんですけれども、森下先生あの、長期的に見て安全と言えるんでしょうか。 これはもちろんです、ね、これからまた検討が必要なんですが、うん、ただ過去にです、ねうん、DNA ワクチンの開発というのは、すで、はい、にアメリカの企業で数千人の方で行われているんですね。うん、で、その結果では長期間でも特に目立った副反応はないということで、まあ、WHO から DNA ワクチンに関するガイドラインも出てるんですが、はい、まあその中でもです、ね、副反応は少ないという記載が出てますので、うん、私ども、その結果、今回、裏付けられたんではないかというふうに思ってます。うん で一方で有効性について見ていきたいんですけれども有効性についてはですね、えっと、液性免疫の方で73%ほどということで出ておりますがファイザー社やモデルナ社が90%以上の有効性がまあ確立されたという話も出ていますよね。そう比べると少し低いのかなという印象を持つ方もいらっしゃると思うんですがそのあたりはいかがでしょうか。 いやこれはの正直、ですね、うんえー、ファイザー社、モデルナ社のアレルギーは非常に良い成績で、はいえー、この数字になかなか追いつくのは正直難しいと思います。ただ一方で、あのこれからですね、えー、毎年の接種が必要になりますと、やはり副反応が少ないというものも求められますし、誰、はいうん、もさらにです、ね、有効性を高める努力というのができるんじゃないかというふうに思ってますので、うん、まあこれからの試験の中で、えー、できるだけ有効性の高いものを作っていきたいというふうには考えています。うん 今、先生の話からですねこれからの試験というお話もありましたが第2層の500人の治験というのも今年3月に完了していますよね。で今年の夏ごろ初夏ごろに公表予定ということで伺っているんですけれども有効性であったり安全面に関してあの先生があの耳にしている段階で速報値では今どのような結果が出てますでしょうか。 まあ今回の,です、ね、あの500人での試験、まあ、第2、第3層という試験になるんですが、はい、プラセボというです、ね、偽物のワクチンと比較した試験でして、はい、まだ実際にです、ね、有効性に関しては解析が行われておりません。うん、まあですので、<理>現状では。生理食塩水などを混ぜたものを併用して使っているということですかねそうですね、比較している試験ですので,で、どちらが打たれているかというのは分からないので、現時点では有効性に関してはまだ分からないと。 で安ドセに関しては、ですね、はい、これはの偽物の先ほど読んでいた生理食塩素を打った方も含めての監視権が出ていますが、はい、まあそれではですね、特に目立った不安度はないということで、まあ、最初の小規模な30人の試験の結果というのが裏付けられたんではないかというふうにここでですね、森下教授が開発をされている DNA ワクチンというものがあるんですが、その性質をおさらいしていきます。川北さんからです。はい。 ウイルスの中心には肺炎の原因となる物質があるんですがその周りにはトゲのようなものスパイクタンパクというものがありますこのトゲには細胞の中に入り込む鍵のような役割がありますワクチンでそのトゲの遺伝子情報をあらかじめ体内に入れておけば体が抗体を作り感染や重症化を防げるという仕組みです そして DNA ワクチンは遺伝子情報を頑丈な DNA に組み込んでいるもので体はその遺伝子情報を抗体を作りますウイルス本体を入れるわけではないので安全で新しい製造法なんですねでそして今国内で接種されているファイザー社モデルナ社は MRNA ワクチンというものではい、こちらはですね仕組みは こちらと似ているんですけれども頑丈な DNA ではなく薄い膜で覆っていますどちらも従来型あのインフルエンザのワクチンと比べると大量に生産することができて製造コストも安いんですがそれぞれ長所と短所がありますので見ていきましょう DNA ワクチンは頑丈ですので保管が簡単として長期保存ができますただ抗体を作る効率が悪いという短所があります一方 mRNA ワクチンは 超冷凍保存があるので扱いが難しいという短所があるんですが効率よく抗体を作れるというと長所があります、はい、えまあ長期保存できるという面ではこれからの供給に際しては本当に安心材料になると思うんですがただ一方で,です、ね、先ほどの有効性についてファイザー、モデルナ非常に優秀だという話先生からもありましたがこの、えー、とその有効性で差が出るというのは 抗体を作る際の効率が悪いと今お話がありましたがそのあたりが関係してるんでしょうかそうですねあの、DNA ワクチンの場合は一度 DNA からメッセンジャーアネができてそれからたんスパイクたんぱくができますので、はい、どうしてもです、ね、直接メッセンジャーアネを打つアレナワクチンに比べると少し効率が落ちるという要素は避けれないと思います。なるほどですね でまあこの先のワクチンの実用化に向けまして本当にそこが期待かかるんですけれどもまずこちらの VTR ご覧ください去年4月森下教授へのインタビューですでワクチンの原型といいますかあそのものはですね、えー、3月の20日過ぎにはもう出来上がってきてましたので少なくとも年内20万人はもう目処がついたのでまあ、これをさらに、えー、増やせないかと 大阪府は大阪市とともに森下教授のプロジェクトを支援吉村知事も9月の実用化を目指すとしていました全国初になりますけれども第一歩を大阪で踏み出すことができたと、不民の皆さんそれから国民の皆さんの命を守れるそういったワクチンをぜひ実現したいと。あの日夜実用化に向けてご尽力されているとは思うんですがこの遅れにつながった要因というのは何だったんでしょうか一つはですねあの、うん どのような形で新型コロナウイルスのワクチンを認めるかという、はい、まあ認可の条件がです、ねえー、当初はっきりしてなかったとで、今までのインフルエンザのワクチンの経験から言えば、うん、あファイザー社の問もやったような大規模な試験というのは日本で行われていなかったんですね。うん、でそういう前提でいけばあ、先ほど言ったようなインタビューでのスケジュールというのも可能だったんですが、うんはい、ま最終的に厚生労働省の方からは、えー、実際に新型コロナに発症するかどうか。 ということを調べる、まあ、大規模な数万人試験レベルの試験が必要であるということになりまして、うん、まあそうなるとあの当然その部分の時間が余分にかかるということになってきました。 はい、そしてやはり補助金の問題もあるんでしょうかということでこちらで見ていきたいと思いますアメリカの例を見ますとトランプ前大統領がワープスピード作戦としまして成功失敗に関わらず国が買い取りを決めて企業を全面的にバックアップしましたファイザーモデルナに対してはそれぞれおよそ6000億円を国が助成しています 一方で国内ワクチンを見ていきますと森下さん率いるハンダイアンジェスには日本政府の支援は93億円そして塩野義製薬は223億円と桁がが違うのが分かりますまあこの先行するファイザー、モデルナと比較すると差があるなという気がしてもあるんですがあのやはり国からの支援というのはこの支援というのが大きく影響するものですかこの開発においては。 そうですね、もちろん金額も大きいポイントですが、はい、もう一つはです、ね、今、VTR の中でも説明ありましたけれども、やっぱり国が買い取りをするかどうかというのは非常に大きいんですね失敗しても成功しても買い取りますよという、担保すするわけですね、はい、えそうするとです、ね、生産の方を同時並行で進めることができますし、一旦企業がもうすでにお金をもらえますので、企業の判断で、えー、迅速に試験を進めるということも可能になります。 うんまあ、そういう意味ではそこのところのです、ねえー、資金の出し方もアメリカの方がやはが優れていたということかとか思いますまあこれから実用化に向けてなんですが買い取りしてもらえると政府が発表すれば森下教授もそういった意味ではあの開発を行いやすくなりますか。 それはもちろん回答してあげれば非常に早くなります。なぜかというと、はい、その早くするためにはです、ねえー、試験を同時並行するといったような手法を使えば当然、これは早くなるんですね。ただ、それは失敗する確率がやっぱどうしても残ってしまうので、まあ、慎重に行えばです、ね、期間は伸びてきますし、うん、まあそれは実用化に向けたゴールをー時間を優先するのか。 それとも成功確率を上げていくのかという判断になりますが、はい、まあこれを企業が判断できるようになると、うん、先ほどのアメリカのようにです、ね、速度が上がってくるということになります。うん、まあ実際、ファイザー、モデルナ社も、ねはい、今、あれやってるよう試験の結果が出る前に、もうすでに大規模な試験を同時並行でやってるんですね、うん、そうしななないいと早くらですね。 行政の支援というのが本当に大きいんだなというのは感じたんですけれどもそんな中です、ね、今月政府は国家戦略としてワクチン開発を推進していくことを表明しました。 要綱の中に森下教授この薬事承認プロセスの迅速化という言葉があるんですよねで森下さんの開発段階というのは今、3段階のうち第2層から第3層へ、まあ、中盤から終盤にかけての状況だと思うんですがこれ場合によってはですね治験の見通しなども変わりうるということなんですか。 はいあのそのように理解をしております、まあ、実際にです、ね、今回、えー、国家戦略が出てきたことで、非常にあの、はい、行政の環境が私、は大きく変わる期待を持っておりまして、まあ、そうなりますと、あの今、一番困っているのは、ですね、はい、ワクチンの接種が始まってきている中で、まあ、先ほど言ったように、偽物のワクチンを打つような試験というのはできなくなるわけですね。 でそうすると、今まで前提であった試験が実行できないという状況ができてますので、まあ、今回の国家戦略で、薬事承認のです、ね、過程が変われば、これは大きくやはり国産ワクチンの実現という点ではプラスだろうと思いますやはり大規模なそういった治験というのが行えないというのが、なかなか次のステップに行けないというところのもどかしさにつながるわけですか。 そうですね、特に日本国内で行おうとすれば、まあ、感染者の数がですねやっぱり欧米に比べると1桁少ないので、でね、これは当然ながら、ですね欧米でやったような試験をしても、日本でうまくいかないということになります、もっと人数が必要であると、まあ、それはなかなか実現が非常に難しいので、まあ、そうなると、やはり変わりうるような方法というものをですね、えー、皆さんで考えていく必要があるんじゃないかと思います。 具体的に先生はその現場で見られている中でどういったものだったら可能かなというふうに考えられますかまあこれはですね、す、あ、で、のー、に実用化したワクチンがいくつか出てきてきましたので、これらのワクチンで得られたような、えー、先ほどの液性免疫とか細胞性免疫、まあ、こういうものをですね相互に比較していく中で、どの程度有効性があるかというのは推測がつくんじゃないかというふうに思います。 もう皆さんが心待ちにしているのが本当に大変あの心苦しいんですが、いつごろ目標に実用化できればなというふうに今、考えていらっしゃいますかまあこれはですね先ほどのお話ありましたように、国の審査の条件というのがですね今後変わるということが分かっていますので、その内容が出てきた時点で初めてですねスケジュールが出てくるということになるかと思います。まあ、現状はですね 私どもとしてはです、ねえー、従来の条件で実行できるような体制を整えながらです、ねえー、国の判断基準というものが示されるのを待っているという感じになります。 改めてあの森下教授、ちょっと時間も少なくなってきてしまったんですけれども、変異株の脅威が今、起こっている中、国産ワクチンを作る意味、教授はどううにお考えでしょうかこれはですね依然として重要だと思ってまして、まあ、今回のファイザー社やモデルナ社のワクチンを打っても、ですね、はいえー、一生で一回というわけにはどうもならない可能性が高いんですね。おそらくまあ毎年必要であると でそうした中でやはり副反応が少ないワクチンというのも非常に重要ですし、一方国内で日本型に変異するという可能性も非常に高くなってきています。はい、そうすると日本だけの変異に対して、うん、じゃあ海外のですねシェア企業が対応してくれるかどうか。はい。でこれはあの場合によっては対応を遅れればですね日本だけは鎖国をされてしまうということもつながりますので、まあ、そういう意味では。 経済を回しながらです、ねえー、ウィズコロナで戦っていくためにはです、ね、やはり国産ワクチンを作る体制というものを決める、まあ、それは非常に重要だと思います、はい、国産ワクチンの必要性については塩野義製薬にも聞きました、今回のウイルスは変異を繰り返しているため日本特有の変異が起きた場合海外の企業が製造してくれる保証はない国内の研究開発の機能が必要だと話しています。 やはりあのど,んのどんなウイルスにも対応できるようなウイルスあのワクチンがあればなと思いますよね。あはい、失礼いたしましたここで感染者に関する情報が入ってきましたのでお伝えします大阪府は今日新たに108人が新型コロナウイルスに感染したと発表しましたそして19人の方が亡くなりました先週と比較しますと40人ほど減っていますが森下教授この感染者の推移はどのように見ていらっしゃいますか はい、あの緊急事態宣言のやはり効果があよく出てるんじゃないかという,ふうに思います。ただ、数は減ってもですね変異株にどんどん置き換わっている状況ですので、やはりあの変異株の動向をしっかり見ていくことと、変異株に対応できるような、まあ、私ども、えー、ユニバーサルワクチンと呼んでいますが、いろんな変異株に対応できるようなワクチンの DNA ワクチンのですね今開発も行っておりますので、まあ、そうした新しいタイプのワクチン、 を作りながらですね、えー、危険な変革が出ないかどうかこれをしっかりモニタリングしていくことが重要かと思いますありがとうございます、えー、ここまでは森下教授のお話を伺ってきましたこれからもあの国産ワクチンに向けてご尽力をお願いいたしますはいよろしくお願いします、えー、ここまでは森下教授とお伝えをしました最後まで見てくれてありがとうケロもっと見たいという人は画像をクリックして YouTube チャンネルテレビ大阪ニュースに登録してけろ。 オリジナル企画もあるけどよ。よろしくお願いしますけど。